どうもまずサマテレビ始まりました。本日はですね、自分の言いたいことがより相手に伝わる方法ということでございます。まあ今までもお伝えしてきたように、口をこう大きく動かすであったり、手をですね、顔の周りでジェスチャーをしてあげる。 っていうのはありましたけども、他にもいっぱいありますね。さあ、それは何でしょうということでございます。ちょっと考えてみてください。一回ね、考えることでよりね、あ、そうなんだ。いや、それ分かってたよ。とかね、いろんな思いがね、頭の中で駆け巡りますので、一回考えるっていうのね、やってみましょう。はい。えー、短い間ではございますが、答えはですね、音でございます。音。音という技法はですね、もういろんなドラマやれ映画やら舞台で必ず使われております。えー、役者がする音も含め、効果音も音ですね。例えばこ YouTube もそうですよね。素晴らしい YouTuber の皆さんって、なんかこう編集をちゃんとされてる方、音必ず入ってるじゃないですか。なんか残念な時だったら、ボヨヨーンとか、パフーとか、なんか、あの、嬉しい時だったら、テッテデーとかって、なんか音って入ってるじゃないですか。その人ご自身がこう音を鳴らさわなくても。で、役者がよく使う音っていうのが、手を打つっていうのをよくやります。 そうそう、この間お前が言ってた話なんだけどさ、とかって、これから重要なこと言うよっていう前に手を打つ。 なるほどな。その意見は分かった。だがな、とかっていう形で手を打つってこと。この手を打つっていうのを日常意識してやるかやらないかです。日常意識してやってないと、ここって時には使えません。日常やってるから、えー、自然にここって時に手が打てるようになるんで、ぜひですね、日常からやるようにしてみてください。で、手を打つ以外にも、その簡単に役者がやってることで、えっ、ー、と、相手を振り向かせるというか、より聞く姿勢になってくれる自分の思いをより伝えられる状態 ににして話をすするには、えー、声のボリュームがありますだから、こういう形で1個上げる。声を高くする、えー。自分が言いたいことの前の言葉を大きく言うというパターンと、そのもの自体、そのもの自体を大きく言う。例えば何か好きなものがあったり、その人が好きだとしたら、 だから、好きなんだってってこと、好きなんだってってこと、好きということを一個大きく言うっていうのが、え手法ですね。簡単な手法でございます。声を単純に大きく言うとか、高く言うっていうので、相手に伝わりやすくなるということでございます。ぜひね、これ簡単ですから、試してみてください。もうほんとドラマいろんなところでね、そうやって、あの、視聴者の方々に分かりやすく伝えるために、いろんな技法がね、もう、日常生活でも使える技法が、技が詰まっておりますので、まあそういったのも気にしつつですね、見てもらったら、 まあ気にしてたらあんまり楽しくないかでもまあ楽しいと思いますけどね僕はねはいということで是非、えー、ですね、えー、さっきの音音をちょっと気にして日常生活を送ってみてくださいということで「ハマテレビチャンネル登録グッドマーク」よろしくねまたね「ハマテレビチャンネル登録よろしくね」